My name is Naoki Ishikawa. I'm a photographer. I am 45 years old and I come from Tokyo, Japan.私は写真家です。で、世界中、辺境から都市まで、あらゆる場所を旅をしながら写真を撮ったり、時には文章を書いたりして生きてきました。で、もう本当にヒマラヤの高い山から北極だとか南極だとかの極地と言われている場所からもうアジアの街の雑踏まで、本当にこうあらゆる場所を歩きながら写真をもう20年以上撮ってきました。自分が旅を始めたのは17歳の時で、で、日本の東京で生まれたんですけど、17歳の時にインドとネパールに初めて一人で旅をしたんですよね。で、それからずっとこう旅を続けながら生きていくにはどうしたらいいんだろうっていうふうに考えて、で、写真家っていう職業を選んで、で、本当に町から極地に至るまで、地球上のあらゆる場所で写真を撮り続けてきて、で、その経験を時にこう文章に綴ったりして、で、ずっとこうフリーランスで生きてきました。そしてここ最近はこの10年ぐらいはずっとヒマラヤの方に通って写真を撮ってきたんですけど、で、昨年、イタリアのそのアルプスにも初めて来て、で、ヨーロッパのその山岳部には僕はあんまり来たことがなかったので、すごくこうですかね、ネパールとか日本の山の文化と異なるイタリアのオロビエアルプスの文化にすごく今はこうですかね、興味を持っていろんなところを歩き回っているところです。オロビエアルプスは標高はそんなに高くないんですけれど、歴史の古い町がこう連なっていたり、チーズの工場だったり、いろんな山小屋の文化だったり、そういうのもこう含めて、イタリアの北部のこのアルプスのその山岳文化全体に自分は関心を持ってます。日本にも山岳文化があるんですけれど、イタリアの山岳文化はまたちょっとこう異なっていて、で、チーズの工場は2回見に行ったんですけれど、やっぱりそこで育った動物っていうか、牛ですかね、動物の乳からチーズを作ったり、何ですか、ヨーグルトだとかバターだとかパンナコッタとか、いろんな乳製品が出来上がっていく過程を見せてもらって、で、やっぱりその土地に根付く食文化として、チーズがあるんだなっていうのも十分に理解できましたし、例えば僕がよく通っているネパールのヒマラヤとかだと、ヤクっていう毛が長いこう牛がいて、その牛が生活の隅々までこう何て言うんですかね、密着して、暮らしがあって、で、やっぱりその動物と人間っていうのは山の山岳部では
重要な関係性があると思うんですけど、ここのオロビエアルプスでも夏場はこう牛が放牧されてて、で冬になるともうちょっとこう標高の低いところに牛が移動したりとか、そしてまあそこでこう乳製品が作られてきて、ですごいこうこの辺りのまあチーズの文化ってすごく発展したわけですよね。でそうやってまあ独特の文化がこうそれぞれの地域にあると思うんですけど、まあこのオロビエアルプスもまあそうしたその単なるその山登りだけじゃないその周辺にある生活暮らし、そういったものにもものすごくこう関心があって写真を撮ってきました。撮影の旅から帰ってくると、このフォトグラファーズラボラトリーによって、撮影済みのフィルムをお渡しして、現像してもらって、そしてまあ、コンタクトシートを作って、まあ、保管するわけですけれども、写真集とか本を作るときに、そこから8×10 むつ切りサイズにプリントして、This is ベルガモ、ベルガモ、そして、その中からセレクトをして写真集をこう編んだり、写真展のためにもっとプリントを大きくしたり、今K2 とブロードピークとナンガバルバットっていう山で撮影した写真を展示してます。でこれは全部昨年、行ったパキスタンの山で、で、まあ、K2 なんかは3回目になるんですけど、ようやく登頂できて、でそれを、まあ、こういう形で、見せています。まあ、いろんな旅をしてきて、そこでこう写真を撮る、いろんな本当に状況で写真を撮ってきましたけど、でもその旅そのものを伝えることっていうのはとってもまあ難しくて、 でもその写真が、まあ、その旅をこう分かち合うシェアする一つの、まあ、手がかりというか手段だと思っているので、まあ、どうにかこう展示とか写真集で自分の旅をこう、まあ、一人でも多くの人と分かち合えたらいいなというふうに思ってるんですよね。ただ現実の旅のその厳しさとか苦しさとか喜びとか嬉しさとか、まあ、そういうのも完全にそのなんていうかな、体験してもらうことはもちろんできないので、どうにかその見ている人が想像力を膨らませながら自分自身に引きつけて、僕がこう提示する旅について考えられるように、まあ、写真展の構成を考えたり、写真集をデザインしたり作ってきたり、しました。In Japan, there are many mountains similar with the Orobio Alps, like 2,000 meters, 3,000 meters.
But here, much more dry, and the forest is different. In Japan, forest is much more wet, but here, like, more clear and sharp. Yeah, it's really, really beautiful.自分がこう見てるものとカメラで、撮れるものと同じように見えてこう違うっていうことをすごく強く認識しているので、要はカメラっていうのは機械が映すもので、で自分の目っていうのはいろんな記憶とか感情とかと一緒に世界を見ているので、自分が見て写真を撮ってるんですけど、その写真は自分の眼差しそのものではないっていうことをいつもその実感しながら写真を撮ってるので、 でもその写真でしか撮れない、カメラでしか撮れないものっていうことに僕はすごくこう関心があります。やっぱり人間の目とカメラの目っていうのはちょっと違いますからね。写真を撮ることは、例えばまあ英語だとシューティングとかって言いますけど、狙いを撃って、もう狙ってこう撮るっていうよりは、僕の場合は向こうから何かこう飛び込んでくるものをカメラで受け止めるみたいな感覚がすごく強くて、ですから何かをこう自分の方からこう作ろうっていう感じがあんまりなくて、曇ってたら曇っている空を撮るし、雨が降ってたら雨が降ってる風景を撮ればいいと思っているし、その場その場の状況をすべてこう受け入れながらずっと写真を撮ってきました。それがまあ自分の撮影のスタイルでもあります。写真家は見続ける職業だと思ってて、自分のその足で歩いて、でいろんな世界にこう出会わないと写真を撮れないと思ってます。なので僕はやっぱりこう外のに出かけて、とにかくもう歩いて、いろんなものに出くわしながら出会いながら写真を撮ってきました。そして自分のカメラは標準レンズ1個しかついてないんですよね。でなのでそのズームレンズとか望遠レンズとかそういうのないので、寄りたかったら自分の足で寄っていくし、引きたかったら自分の足でこう引いていく、そういう距離感が全て映ってると思います。遠いものは遠くに映るし、近いものは近くに映るし、例えばもう崖っぷちに立っててそれ以上寄れないんだけど、目の前のものを撮りたいってなったらもうそこで撮るしかないわけで、ズームも望遠もないので、もう僕の場合は自分ズームって呼んでるんですけど、そうやって自分と目の前にある世界との距離感が全てまあ正直に映っているはずです。
自分が自然とか山に惹かれるのは、まあ、単純にその山登りが好きだっていうのもあるし、旅することが好きだっていうのもあるんですけど、やっぱりこう未知のものに出会いたいって気持ちがすごく強いんですよ。I never see this kind of eyes in Japan.、I saw that first time. Like this. Wow. やっぱりこう山とかに登っていると、もちろん見ている風景もどんどん変わっていくし、見たことないものも見れるから面白いんだけど、あと変わっていく自分自身も面白くて、こんな時にこうすぐ疲れちゃうんだとか、こんな場所では結構自分も強いんだなとか、自分に自身に対する気づきもあって、そして山とか自然の中に入って、旅をしながらこう写真を撮るのが好きなんですよ。あとまあ思いもかけないことが起こる。すごいこういろんな、自分がこうしたいああしたいと思っててもそうじゃない、もっと大きなものをに、出会って、天気も別にどうしようもないし、こうしたいああしたいっていうのが通じない、だから偶然のいろんなことが起こるのが、自然とか山とかの自分が好きなところですね。自分自身でこうどうしようもない、変えようのない大きなものに出会っているっていう感覚がすごく自分は好きです。